ジュリエット・アトキンソンは、アメリカ・ニュージャージー州ラーウェイ出身の女子テニス選手。1890年代から1900年代初頭に、かけて、黎明期の全米選手権で、女子シングルス3勝、女子ダブルス7勝、混合ダブルス3勝を挙げた選手である。2歳年下の妹、キャスリーン・アトキンソンと共に、姉妹テニス選手として活躍した。フルゲームは、 ジュリエット・パクストン・アトキンソンという。現在は全米オープンとして知られるテニス競技大会は、1881年から男子シングルスと男子ダブルスが始まった。女子シングルスはそれから6年後の1887年に第1回の競技大会が行われ、1889年から女子ダブルス、1892年から混合ダブルスが正式競技に加わった。 最初期の全米選手権は各部門が個別の名称を持ち大会会場も別々のテニスクラブで開かれていた初期のウィンブルドン選手権と同じく全米選手権もチャレンジラウンドからオールカマーズファイナルへの流れで優勝者を決定したジュリエット・アトキンソンは1894年から全米選手権に参加し始め女子シングルスでは準決勝で バーサタウンゼントに敗れたが、女子ダブルスと混合ダブルスの2部門を制覇した。それから、アトキンソンは、女子ダブルスで1898年まで5連覇、混合ダブルスで1896年まで3連覇を記録し、女子シングルスでは1895年、1897年、1898年の3度、優勝した。2度目の女子シングルスで、アトキンソンは、 チャレンジラウンド決勝でエリザベス・ムーアに勝った後、オールカマーズファイナルで大会前年優勝者、ヘレン・ヘルウィックを6から4、6から2、6から1で破り、初優勝を決めた。女子ダブルスでは前年に続いてヘルウィックとペアを組んで2連覇を果たす。1895年の全米選手権で、アトキンソンは1892年のマーベル・カーヒル。 以来3年ぶり2人目の3部門制覇を達成した。アトキンソンがプレーした最初期の全米選手権では大会運営ルールの変更が多かった。1891年から女子シングルスのオールカマーズファイナルは最大5セットマッチで行われるようになり、1894年からはチャレンジラウンド決勝も最大5セットマッチになった。アトキンソンが初参加した年から、 女子シングルス出場選手はチャレンジラウンド決勝オールカマーズ決勝の2試合連続で最大5セットマッチをこなした。しかし、ほどなくして全米テニス協会の運営委員たちの間で女子選手に最大5セットマッチはきつすぎるのではないかという危惧の声が出るようになり、1901年を最後に女子シングルス、女子ダブルス、混合ダブルスの3部門から 最大5セットマッチが廃止された。1902年以後は最大3セットマッチで行われるようになり、現在に至っている。1896年の大会では、アットキンソンは女子シングルスのオールカマーズ決勝でエリザベスムーアに敗れたが、ダブルスではそのムーアと組んで優勝する。今後ダブルスでは、この年までエドウィン・フィッシャーと組んで3連覇を達成した。 1897年以後、アトキンソンは混合ダブルスから撤退する。1897年と1898年は、女子ダブルスで妹のキャスリーン・アトキンソンと組み、女子シングルス決勝では2年連続で5セットの戦いを制した。1899年と1900年の大会には参加しなかったが、1901年と1902年にもう二度出場し、 女子ダブルスのタイトルを2つ加えた。アトキンソンは1902年を最後に全米選手権から引退したが、女子ダブルス、7勝は5人の異なる選手たちと組み、高い適応性を発揮した。ヘレン・ヘルウィック、エリザベス・ムーは妹キャスリーン、マートル・マカティアー、マリオン・ジョーンズである。最後の2年間、女子シングルスはチャレンジラウンド準決勝で止まったが、この間に、 前述のようなルールの変更が実施された。アメリカにおける女子テニスの確立に多大な貢献をしたジュリエット・アドキンソンは1944年1月12日にイリノイ州ローレンスビルにて70歳の生涯を閉じた。1974年に国際テニス伝道入りしている。ありがとうございます。